せーの、にきちゃん。はい、アップアップガールズ、かっこにき、リーダーの高萩千夏と。はい、ハッピーオレンジにいくらあみでーす。最高、あ、間違えた。はい、花嫁ピンクの、千夏ちゃんこと高萩千夏です。最高オレンジにいくらあみでーす。イエーイ。新しくなったのね、忘れてた。大事なのに。そう、変わったの最近。はい、そう。ということで。今日もメッセージをねたくさんいただきました。ありがとうございます。今日読めなかったものをちょっと触れていこうかなと思います。ということで、ラジオネームきょうちゃんからです。ちなちゃん、あみた、こんばんは。こんばんは。二人といえばあみたを溺愛する、ちなちゃんという間柄、絵柄だったように思いますが最近それを見なくなったなっていう印象があります。今二人の関係性ってどんな感じなんですか？そうだな。なんかあみちゃんは、はい、最初の頃ね、本当にバブミがあって、めちゃくちゃ子供っぽかったじゃん、赤ちゃんみたいな。本当ですか？そう、なんか生まれたての子供みたいな感じだったんだけど、最近すっかりね、綺麗なお姉さんになったなって思って。でもさ、うちさ、結構さ、年相応になったって言わない？あー、でも確かに。二十歳って思ったら二十歳なのよね。そう、だからなんか、年相応になって大人になってきたのよ。うわ。そうで、なんていうの、まあ年齢としたら島崎の方が上だけど、島崎よりしっかりしてるじゃん。そんなことない。だからなんか佐々木と島崎は同じ中学生みたいな感じなのよ、私の中では、ね、そうだからあみちゃんはすごい頼りになる存在。そうだから頑張ってっていう意味を込めて、こう溺愛するっていうよりはこう頼んだよっていう、ここは甘やかす時じゃなくて、多分今はこうもっとこっちと同じ目線になって、動けるようになったらいいなって思って、あんまりこうかわいいねっていうのはやらないんだよね。そうだったんですね。育成中なの今。そうだから多分本人も多分葛藤する瞬間多分いっぱいあると思うし、あ、こういう時になんか多分こっち側とあんまりこう意見が合わないなっていう瞬間多分あると思うんだけど、なんかそこに対してこうもっとあみちゃんのこの視野が広くなったら、もっと多分みきを引っ張っていける存在になると思うから、ちょっとなんかそこをこう今期待して、こうあんまりねこう子供扱いしないように。そうだったんですね。そうなんです。うわ、なんかでもちなっちゃんさんは本当にその、うん、後輩への育てり方って言ったらあれなんですけど、そう接し方が本当に上手で、なんかそう私に対してもそういう風にこう、うん、いろんな意味を込めて接してくださるし、それこそでもなんかしまちゃんとかほうちゃんとかに対してもこう、そうだね、こううまくみんながうまくよく成長できるように、うん、場面によってこう接し方をうまく変えてくださるじゃないですか。だからなんか本当にすごいな。なんかさ、やっぱさ、会社で言うとさ、うん、なんていうの、人事っていうの、人をこう就活とかで言うと、うん、面接の担当とか入ってきた人たちを育てる企画係みたいな係の位置に自分はいるなって思うから。いや、ありがたいです。でもなんかめちゃくちゃやっぱ毎回言うけど、やっぱ社会に出て恥じないアイドルっていうのをね、みきちゃんはなっていける、そんな素敵なアイドルというものを通して成長できる場所にできたらなって思うし、ね、アイドルとしてももっと大きくなっていけるようにどうしたらいいのかっていうのをね、率先して考えられる人になったら嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。いや、なんか脳みそはやっぱ1個じゃさ、1個よりもやっぱ2個の方がいいし、2個よりも3個の方がいいし、3個よりもそりゃ5個の方がいいから、いろんな考え方をねできる。いや、でもあみちゃんはやっぱ考え方がね大人になってきてるから、そう、いやでもいいんだよ、バブの気持ちは忘れずに。いや、でも私も結構そのメンバーから頼ってもらえるようにこう活動していきたいって思いはずっとあったので。そうだよね。そういうことを言ってくださるとすごく嬉しいです。いや、もう梶島さんも抜かしちゃってください。そのぐらいの気持ちで。そうだよ、そう、そのぐらいの気持ちで頑張っていきましょうという感じなんで。そうだから今ね、そんな赤ちゃんを育てるままではなく、社会に出ていく人材を
学生していますという感じですね。ありがとうございます。はい、そしてもう一つ読んでいきましょう、ミントくんからです。ちなっちゃん、あみちゃん、こんばんは。こんばんは。最近思うことがあります。新体制になってからグループの愛称をにきちゃんにしていこうという風習があると思うんですよね、なんかさ、この間さ、カジーがさ、ライブの時にさ、告知でなんか、にきちゃん、に、アフガニキ、あ、にきちゃんってこう言い直したの。あ、そう、あって言い直したの。別にさ、なんかさ、言っちゃいけないワードでもないのに、なんかまあ確かににきちゃんを浸透させていきたいなって思ってるから、こうみんなにもできればにきちゃんって書いてほしいなって思うんだけど、まあ、その一つ、時代に乗り遅れてるのがありませんか？SE ですって。ドンキ感あふれてパーティー感満載の SE 楽しいです。確かにアップガーニキーって言ってるもんね。確かに。ニキーまではいいもんね。ここも変えなきゃいけない。確かに確かに。まあでも、そうだね、にきちゃんを浸透させ切ったらその先には SE までが進化するかもしれないから。まあでもワクワクする SE ではあってほしいなって思うから。確かに、ね、ライブ前の SE って、ね、一番気持ち高まるじゃないですか。なんかこっちも単独ライブとかやるときにさ、 SE でこう、始まるねってなるじゃん。だからその感情をね、忘れない SE が。確かにワクワクするのいいんですよね。まあね、にきちゃんになるかはちょっと楽しみに、 SE はどうなるのかは楽しみにということで、はい、まあ、夏ね、たくさんライブありますけど、多分これが YouTube に上がる頃はきっと名阪ツアーの直前になると思いますので、あっという間にね、ここまで来てしまった、ね、なんか怒涛すぎて、そうです、頭の中にツアーっていうものがこう今やっと直線にあるってなってるけど、名阪ツアーでもまだ5人でやってない曲とかも入れてますので、なんです、楽しみ、楽しみです。これを入れるの、これ、あとこれも入れるよね。そうですよね。みんなの反応を見るのも結構楽しみなんですよ ね。いや、そうよね。おー、この曲来たか、うおーっていうね。きっとまだやってない曲いっぱいあるからさ、みんな的にはさ、何やるんだろうって多分思ってくれてると思うんだけど、最近で言うとエンジェル遠征20年と声優初恋のお約束と、してるもん、してるもん、ね、してるもんとか、あとなんだろう、でもこの前の音楽で初めて聴いたことも多かったです。そうだね、両思いの印とかも多かった。結構まだやってない曲いっぱいあってお披露目するタイミングになると思いますので、はい、ぜひ名阪ツアーを見逃せないライブになると思いますので、ぜひ11、12、そして前日には、大阪でイベントもありますので、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ということで、夏まだまだたくさんライブありますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは以上、高萩千夏とみくらあみでした。ありがとう、ありがとう。いきます。うわー、え、待って、え、どこ、うわー、なんか遊園地みたいな。行きたいと思います。はい、ゆっくり飲みます。めっちゃゆっくり飲みます、うん、危ない、危ない、すごい、いい音、ね、おお、えらい、あごちそうさまでした。いきます。ねえ、うし、とら、う、はつ、い、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。すごいね。お疲れ様。大丈夫今。大丈夫。ちょっとなんかあのラジオの企画で。俺は今日のやりたい。
何ですか何ですか光食べてるダブルチーズバー